C10 コントローラ接続設定動画低電圧モード直進フィーダー編。この動画はあくまで簡易手順説明となりますので、必ず取扱説明書はお読みください。この動画では C10 シリーズの低電圧モードの設定方法を紹介します。まず最初に低電圧モードの説明、次に準備する製品、そして接続方法と初期設定方法の説明、最後に振幅調整方法の説明です。低電圧モードについて説明します。低電圧モードとは、機器の状態を確認しながら手動で出力周波数と振幅の設定を行いたいときに最適な設定方法です。また振幅センサーは不要で、出力電圧を一定に制御できます。準備する製品について説明します。トラフまたはシュート付きの駆動部、コントローラー C10 シリーズをご用意ください。接続操作方法について説明します。あらかじめご使用になる駆動部の電圧、最大振幅、周波数範囲は必ずご確認ください。上下にあるビスを回し、コントローラーの操作パネルを外します。必ず入力電源を遮断してから行ってください。入力電源ケーブルの端子をIN1、IN2、EARTH に接続します。端子台のボルトを外して接続してください。次に駆動部の出力ケーブルの端子をアウト1、アウト2、アースに接続します。同様に端子台のボルトを外して接続してください。一部の機種は使用上アース線がないため、必要に応じてお客様にて取り付けてください。こちらが接続完成図です。配線を間違えると故障の原因となりますのでご注意ください。この際に外部入出力端子には何も接続しないでください。操作パネルを元の位置に取り付け接続完了です。ご使用の際は必ず操作パネルを取り付けてご使用ください。感電の恐れがあります。接続が終わりましたら、電源スイッチを入れて問題なく電源が入ることを確認してください。電源スイッチの左にある表示切り替えダイヤルを回して、表示状態ランプをストロークに合わせます。データ表示部の先頭文字が V になっていることを確認してください。確認後、電源を落としてください。初期設定方法について説明します。電源を入れます。まず周波数範囲の設定をします。電源スイッチの左にある表示切り替えダイヤルを回してファンクションに合わせます。電源スイッチの上にある設定エンコーダーを回し、 F180 を選択します。 Z ボタンを押してデータ表示モードからデータ変更モードに切り替えます。モードが変わるとデータ表示内容が点滅します。設定エンコーダーを回して、ご使用の機器に合った周波数範囲に合わせます。今回使用する直進フィーダは周波数範囲が45から 90Hz となりますので、 F90 に設定をします。セーブボタンを押して保存します。表示切り替えダイヤルを回し、ストロークに合わせます。Z ボタンを押し、データ変更モードにします。Z ボタンを2回押すと、1の位が点滅します。1回押した場合は、
小数点以下が点滅します。設定エンコーダーを回してストローク値を直進フィーダの目安値となる90に設定します。セーブボタンを押してデータを保存します。表示切り替えダイヤルを回しフリクエンシーに合わせます。駆動部に同梱されている振幅明暗シールを貼り付けます。貼り付ける際は振動角に対し直角に貼り付けてください。ランボタンを押します。セットボタンを押しデータ変更モードにします。1回押して小数点以下を点滅させます。設定エンコーダーを回し線が最大振幅 1.6 ミリ部分で交差するところでセーブボタンを押します。ランボタンを押します。続いて安全性向上のため最大振幅以上の値にならないようにスケーリング機能を設定します。スケーリング機能を使用しないと異常振動により板バネの欠損やホイール焦損が発生し故障の原因になります。適切な振幅値の範囲内で調整できるようにスケーリング設定は必ず行ってください。表示切り替えダイヤルを回して表示状態ランプをストロークに合わせます。表示が初期設定時に仮に設定したストローク値になっていることを確認します。表示切り替えダイヤルを回してファンクションに合わせます。設定エンコーダーを回して H1.00 を表示します。セットボタンを1回押します。もう一度セットボタンを3秒以上長押しします。設定値が自動計算され表示が切り替わったらセーブボタンを押してください。表示切り替えダイヤルを回しストロークを選択します。表示が V100 となっていたらスケーリング設定完了です。振幅調整方法について説明します。ランボタンを押します。表示切り替えダイヤルを回しストロークに合わせます。セットボタンを押します。設定エンコーダーを反時計方向に回して周波数を下げて振幅が最適な状態になるように設定していきます。最適な値になったらセーブボタンを押して設定完了です。以上で直進フィーダ向け低電圧モードの説明を終了します。